はい、どうも皆さんこんにちは、2月9日に、まあ初心者はどうなんでしょうね、待ち望んだのかな待ち望んだのか、それともなんかうまいらしいぞぐらいにしか、まあ、知識がないのかわからないですけれども、2月9日に師匠降臨というイベントが復活といったらあれだな、あれですけど、まあ、開催されますね。で、2月9日のその師匠降臨っていうイベントは、まあ、今回のあのアルベールのイベントみたいに、あのマルチボスがこういう風にポコ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 って出てくるんで、そのマルチボスを倒すっていう形になるんですけれども、まあ、ちょっと毛色が違うのがですね、あの貢献度を得た時にその貢献度がポイントとして換算されるんですよ。今回においては、例えばこの報酬の累計貢献度報酬、累計貢献度報酬がポイントとして単純にもらえるんですね。単純にポイントとしてもらえるから、あのそれでこの500ポイントでエリクシールハーフ1本と交換できますよみたいな、ここで獲得報酬もらった分を自分で選んで装備に交換できるっていうイベントとなっておりまして、まあだから要するに貢献度をすごい稼がなきゃいけないイベントなんですよ。貢献度をかなり稼がなきゃいけないイベントなんですけれども、マルチボス、まあ、今回のまたさっきみたいにこうなんですけど、あの自分のこの敵の HP がですね、敵の HP が減るほど消費 BP が落ちていくっていう仕様なんですね、あの師匠降臨は。で、実際どこまで落ちるかっていうと、最初は5必要なんですよ、 BP が。最初は BP が5必要なんですけれども、最後には1必要にまで下がるんですね。で、初心者の頃だったら5で入ってもあんまりダメージが出せないから旨味がないんですよ、意外と。なんで BP1 になった瞬間を狙って入って、あの大ダメージを出して輝きを得ていく、輝きというか貢献度ですね、貢献度を得ていくっていうのが、まあ、基本的なプレイスタイルになるんですけれども、じゃあそこで肝心なのはどんな、何か、じゃあそこで肝心なのは何か、こういうふうに BP が減った時に入ったとして、そこで肝心なのは何かっていうと、この減った体力、例えばキマイラユリスが半分まで減ってますけど、その半分の中でもうすでに5人とか6人とか人が入ってるわけじゃないですか。その5人とか6人とか入ってる中でも、その貢献度をかっさらう、その残りのリソースを奪い取るっていうのが重要な肝になってくるわけですよ、師匠降臨のイベントはね。初心者にとって師匠降臨というイベントはそこが肝になってくるんです。じゃあどうするかっていうと、短いターンにどれだけの大ダメージを出せるかっていうのが肝になってまいります。で、今回は僕が初心者の頃に使っていたワンパン編成、BP1 になった時にいかに大ダメージを出せるかっていうような、編成をご紹介したいなと思っております。よろしくお願いいたします。では実際に僕が初心者の頃に使っていたアビリティダメージを主軸として、高ダメージを叩き出す編成を、皆様にご紹介していきたいなと思います。はい、僕はこんな感じでプレイしてました。で、まあシルバーは自由枠です。これは火力が出せるキャラクターなら誰でも OK、誰でも OK です。固定枠として採用しているのはクラリスとヨダルラハ、そして、ハーミット、もしくはサイドワインダーですね。ジョブはもうハーミットはサイドワインダー、どっちでもいいです。まあ、僕は水属性の武器で染めてたんですけれども、まあ、水属性はやっぱりリバ探検があるんでハーミットを使ってたんですけど、このティア10がある風属性で行きたいなっていう時はやっぱサイドワインダーの方が使いやすかったりもするので、まあ、そこら辺は可変で自分のメイン武器で装備できるやつがあるならハーミットはサイドワインダーっていう風に入れ替えていくといいかなと思います。で、固定枠の話に戻りますね。固定枠の話に戻りますと、クラリスとヨダルラハ、この2キャラクターが固定となっております。で、クラリスの3アビが、敵の減 HP に応じた無属性ダメージっていう風になってるんですけれども、こちらの無属性ダメージの減衰ダメージが確か約72万ぐらいだったかな。で、72万ぐらいなんですけど、確か師匠のモンスターがですね、BP1 で速攻で入って3アビを使えばギリギリ72万ダメージを与えられるんですよ。なんで、もし BP1 でワンパンをしたいっていう時にその最速で入ることができれば、クラリスは
かなり有用なキャラクター。要するに3アビを使うだけで簡単に72万ダメージを出すことができるわけですから、初心者の頃だったらやっぱりその72万ダメージはかなり破格だと思うんで有用だと思います。でヨダルラハはまあ言わずもがなといったようなところですけれども、まあ99万ダメージを出すことができるんですね。まあ、ちょっとデメリットとしては少しだけ遅れてしまうというか、2回殴らなければいけないのでちょっと難しかったりしますね。うんまあそこはね、自分の連打力でなんとかお任せしかないかなと思うんですけれども、とまあこんな感じですね。でまあ師匠降臨っていうイベントはですね、ボーナスタイムっていうのがあるんですよ。まあ今はもうすでに4属性同時開催、師匠降臨はされるような時代になってるんですけれども、そのボーナスタイムっていうのがあって、時間によって有利属性が敵の属性によってボーナスが 1.2 倍だったかな、 1.2 倍ぐらいボーナスが手に入るようになってるんですよ。なんでそのボーナスタイプに応じてその自分の属性を入れ替えながら戦っていくっていうことになると思うんですけれども、まあ、今回はまあ非有利の場合だったらっていう感じでこの編成をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。まあいかがだったでしょうかって言われてもねまあ実際に来なきゃわからないかなっていうようなところもあるんですけれども、まあ皆様はウィキとかで予習しておいて、その時にですね、実際に2月9日に師匠降臨が始まった時に、そういえばこいつあいつがこんな装備をしてたなっていうのを、まあ、初心者の方はね思い出していただければと思います。装備の優先度とか、そういうのとかはね、グラブルのウィキの方に書いてあったりもしますので、まあ、今回は僕がね実際に体験して実際に使った装備はこんなんでしたよっていうような紹介をする動画となりました。まあまたいかがだったでしょうかって言いそうになったけどね、やっぱりわからないと思うんで、まあ、2月9日が来た時にまあちょっとね参考になってれば幸いでございます。それでは今日はこれくらいで、それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ、またね。